sadness weeping and all the colors. この前行った道後温泉のスタバもすごい良かったけど、ここもいいね、雰囲気が。いいね、すごいおしゃれやし、うん、落ち着くね、うん。レトロな感じがめっちゃいい。こういう特別なスタバ、うん、確か全国いろんなとこあるよね。あ、そうなん？そう、この前の道後温泉もそうやし。うん、そういうの回っても面白いかも。確かに、面白そうやね。うん、回ってみたい。
気にヨーロッパ行った気分になれた、うん、海外旅行気分味わえるね。ねえ、家具とかもすごい豪華やったよね、うん、よかったね、うん、行けてよかった。急に楽しい。そうだね、うん、いいね。結構上まで上がるったいね、うん、すごい。めっちゃ眺めいい、うん、あれ東京ね、うん、綺麗ね。そうそうそう、美味しそう。美味しい、うん、やっぱカレーの味する。うん、美味しい、うん、
ただいて乾燥させたものを。それすごいよ。すごい？あすごいねこれ。松茸やろ、うん、なんかミントのフレッシュさの香りもするけど、うん、松茸のなんか香ばしさみたいな、ね、キノコっぽい不思議な感じよね。面白いね。さっきガイドさんが激推ししよったね。初めて嗅いだ、うん、うん、ブラックベリーとか懐かしくない？めちゃくちゃ懐かしい。ねえ、オーストラリアの時毎日見よったよね。ひたすら向き合っとったな、ね、ブラックベリーと。うーん、そう、このね、花が咲いて実になっていくよね。まだ硬そうやね。ねえ、まだ硬そうやね。もうちょいかな。いろんなもん入っとったよね。うん、そうなの。美味しそう。美味しくない？美味しい。なんかシナモンの味するっちゃんね。うん。なんかいろいろ入っとるけどバランス良くて。ねえ。これめっちゃ美味しいな。めっちゃ美味しいよね。ああ、これ最高やな。気持ちいいね。うん、癒される。思ったより疲れが取れてる気がするわ、足湯で。そうね、うん、
cruising, headed for a bruising, watching out for me. You gotta slow down, look around, listen. Today is just today. シドニーっぽくない？あー確かに言われてみればねえ、なんか似とうね、うん、やっぱ港町、そうそうそう、このきらびやかな感じとかさ、うん、ねえ高いビルとかも並んどって、確かにすごいシドニーっぽいなってさっきから思ったよね。ここに船泊まって、そうそうそう、であの観覧車らへんがオペラハウスやね、そう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 、懐かしい、いいね神戸の夜も、うん、綺麗。